どうも、前のご視聴ありがとうございます。今回はですね、包丁を、研ぎ機の紹介っていうかレビューをやっていきたいと思います。今回、使う研ぎ機はですね、株式会社豊陽さんの、ツインシャープナー E 型という研ぎ機になります。こちらの研ぎ機、利点が何点かありまして、こちら、まあ、見てもらうとツインシャープナーなんで、こちらとこちらね、砥石がね2種類使うことができるんですよ。で、最初に、購入する時の、商品のね説明では、80番のリュードの砥石と、1200番の、砥石がついてくるって書いてあって、実際買ってみたら、120番のね荒砥石も80番と120番の荒砥石が2枚ついてきたんですよ。ただ商品説明の方には載ってなかったので、今回だけのね、サービス品なのか毎回ついてくるものかちょっと判断ができなかったんですけれども、一応商品の方では80番1200番で、実際買った時はプラス120番の荒砥石の方もおまけでついてました。で、あとねこちらの方は包丁の角度を固定するためのね、はい、こういうね何度とかって感じで一定の角度でこう沿わせて研ぎを固定するためのこう器具がついてるんですけども、カー包丁の場合だとねこう長さが短いので実際これは使うことができません。なので今回はこちらの方をネジ止めでね手でこう回して外すことができますので、今回はこれをね邪魔なので外してやっていきたいと。で、あとこちらもう一つの利点がですね、水研ぎなんですけれども、まあ、水を流すことによって、常にこう冷却してて、刃物を研いでいく時のね摩擦熱で焼き戻り刃物がね熱を持って焼けてしまうのを抑える効果が当然あると思うんですけども、通常前回紹介したようなねホームスカッターみたいなああいう普通のね電動研ぎ機とかだと常に水を上から流しながら、後ろの方で水を常にこう排出してるって感じになりますので、常に水の補給と排水を考えなきゃいけないんですけども、このね、豊陽さんのツインシャープナーの、は水循環型っていうので、採用されてまして、常にねここに水が溜まってて、水がこう循環してますので、水の追加と排水は考えなくていいので、一回水入れてしまえばずっとそのまま連続して使用することができます。で、水循環なんですけども、こちらね2層になってて、こちらの砥石とこちらの砥石の水が共用ってわけではなくて、当然ね当たり前なんですけど、そうすると研ぎ汁が混ざってしまうので、ちゃんとこっちと右と左とで層が分かれてますので、こちらの水とこちらの水が研ぎ汁が混ざり合うことはないです。裏返してもらうと、はい、こうなってます。ちょっと重いですよね結構。で、これ使い終わった後の排水ホースです。これをねこうやっと貼ってこうやって最後に水をこう中に溜まった水をね捨てることができますので、1日の作業の終わりとかね使い終わったらこちらで水を捨てます。で、元に戻しますね。砥石なんですけれども、ここのね真ん中の10ミリのナットで止まってますので、付属品でねこのねナットを回すためのねドライバーがついてるんですけども、私外れたのかちょっと分かんないですけど、これ絵がねひん曲がってるんですよ。回すとこう回すとねとても気持ちが悪いんですよ。こうこういう絵が上の絵がこうくるくる回転しちゃうんですね。大きく絵が曲がってるので、ちょっとこれ曲がったものが届いちゃったんで、今回はねこういう感じでホームセンターで、ちゃんとしたのを買いましたんで、もうこれは一切使ってないですね。付属品のやつは使いづらいんで、でちょっとね中をね、少し、見ていきたいと思います。はい、でまずこちらのね銀色で、金属のプレートでこうくるっと丸くなってると思うんですけども、この上に、ラバーゴムがついてますね。これがこう外れるんですけども、これでこう砥石が回った時の遠心力で飛ばされる水をこれでこう受けて下に落としていくような感じになりますね。ただこれちょっとね長さがね微妙でね、よいしょ、
一応説明書では砥石よりも1ミリくらい高くなんですけども、これぐらいでちょっとギリなんですけど、これ以上ねちょっと高くしようとすると簡単にポンと外れちゃうんですよ。ちょっともうちょっとねここのね長さね、あとね数ミリ長ければもうちょっとこう余裕を持ってね動かせると思うんですけど、うん、まあギリギリ使えないレベルではない長さなんで問題ないんですけども、ちょっとこう通常よりも上下にこう移動させると簡単にこう上にポンって外れてしまうんで、もうちょっと長さが欲しいなと思うのが、うん、私の考えでしたね。こういう感じでちょっとすぐ外れち�ゃうんですよね。まあでも一応使う分には問題がないですね。であとこれ砥石の方ちょっと外してみて、どういう風に水が循環してるのかっていうのはちょっと見てみたいと思います。真ん中の10ミリのナット1本で止まってます。はい、で砥石を外していくとこんな感じですね。砥石の真ん中のお皿のところに、水が通るように4箇所穴が開いています。ここからね水が出て上っていって遠心力で外側にこう流れていって常に水が循環して、であと壁に当たってまた下に入って戻っていくって感じになっています。はい、で水をあげる機構なんですけども、こうなってますね。砥石を支える下のねこのお皿なんですけれども、このお皿も穴が開いていて2箇所開いてるんですね。こことここが開いていて、なので、常にねここのお皿のここの切れ込みよりも上の方に水面を保つことによって水をこう常にすくって、でここがこうお椀型になってて、こう上に少しこうね広がってこう傾斜がついてるので、回すことによって遠心力でこう水が上に上がっていくようになってるんですよね。斜めになってるから。で上に上がった水がここのね砥石の真ん中の4箇所の穴を通って、そして、こう砥石の方に上がっていって、ここ壁を登っていってこう外側に行って、ここの、砥石をね研ぐ面が常に水でねこう循環されるようなシステムになっています。で実際は、ここすくうので、ここですね、この大きいくぼみありますよね、ここのプールも水浸しになっているような感じになりますね。なのでここまで水面が来て、このお皿の下のここのね切れ込みの羽のところから常に、水で浸しているような状態になっています。で排水のための穴がこちらですね、1箇所、はい、ここですね。でここの穴からぐぐーって通って、このねホースのところにつながってますので、捨てるときはここからこう捨ててって、ここから排水されます。はい、ではちょっとね実際水を入れて使っていきたいと思います。で、実際使うとね、ここ排水のホースのところのこの穴がちょっとちっちゃくて、エアがねなかなか抜けないので、水入れてからしばらくこう使ってるとね、水面のねこの水がしょっちゅう変わるんですよね。ちゃんとこう空気が抜けたりとかして、水が中に入っていくまでの間で止まってるような感じなんですけども、こう動かしてたりとかするとまたこう水面がね少し下がったりとかしますので、なのでちょっとこう使い続けてるうちに少し水面で、ね、確認しながら使っていくような形になると思います。はい、でこのまま回してしまうとちょっとこう部屋水浸しになってこう飛んでっちゃうので、ここでねちゃんと砥石をつけて、このね、水を受けるための外側のねこの輪っかをつけないと、部屋がね水浸しになってしまいます。でこう実際研いでると、刃物を伝って今度水が上に上がって飛んでしまう場合もあるので、絶対部屋に汚したくない人はこれ自体をねこうなんだろうプラスチックのね衣装ケースみたいな
アイリスオーヤマとかで売ってるようなケースとかに入れて、これ自体をこうガードして上からこう手突っ込んでやった方がいいと思います。これもこのガードがついてても完璧に水飛ばないってわけじゃないんで、はい、で回してみたいと思いますね。でスイッチはここです、横にあります。晴天逆転ではないので一方方向にしか回りません。はい、でスイッチ入れるとこういう感じで、こちらのね正面から見て、回転方向はこちらは、時計と反対回りに回ります。両方とも一緒です。こういう感じで反時計回りに回ってます。で水がちょっとこう上がってきてないんで、もうちょっと水入れないとダメみたいですね。で水はこのね真ん中から入れられます。穴が開いてますので、でスイッチ入れて、はい、今自分に水が跳ねてます。はい、あ、いい感じですね。ここ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 と回して、ここ水がね真ん中のね、砥石の下の羽のところがうまくすくってるんじゃないかなと思うんで、水がこう動いてますよね、パシパシと。で、砥石の上もね、常にこう水でね、満たされてるような状態になってます。これでちゃんと水がね、循環してる状態になってると思います。で、あとこの状態で、研いでいきたいと思います。で、研ぐ時のね、まあ、これも、研ぎ機自体も道具なんで、買えば誰でもね簡単にすぐ研げるってわけでもなくて、やっぱり研ぎ機は研ぎ機でそれなりにね研ぎ機を扱う人のやっぱり技術っていうのもある程度必要なので、そこはね研ぎ機自分の動画見て買ったからって言ってね、買ったんだけどうまく研げないやって言って文句言わないで、それはやっぱりこれ自体も道具なんで、やっぱり道具使うものをねちゃんと道具に対してね熟練度っていうか使い方っていうのもやっぱ覚えなきゃいけないので、それはやっぱり、研ぎ機の使い方とか研ぎ機での上手な研ぎ方っていうのはまた別な技術なので、それはそれで、各人各々のね創意工夫して、頑張って練習してください。自分はこれちょっとプロではないですし、研ぎ機もね本当にただなんとなく買って身を見まねで使ってるド素人なんで、そこまでね、こうやって研いだ方がいいとかっていう、偉そうなことは言えないんですけども、自分がねちょっと教えてもらった研ぎ方とかだと、例えばねこうやって砥石に対してこう横にねこうやって当ててガーってやってしまうと、砥石の一方方向しかね真ん中とかだけで研いでると真ん中だけがこうへこんできてしまって、湾曲してしまうと綺麗にねまっすぐ刃物が研げなくなってしまうので、ここのね幅を全体を使って常にこうね斜めにして、砥石を当てて、で常にこう砥石自体もこう平らに、使っていくみたいな感じでやっていくといいっていうのは聞きました。で実際当てていきますね。で当てていくときに、まあこっちからこうやってもいいんですけれども、角度をね分かりやすくするにはこう当てていって、でちょっとずつ角度を上げていくと、刃先がちょうどぴったり、砥石に当たると水がこうプッてこう盛り上がってくるんですよ。それがちょうどいい角度だと思いますので、それをねこう参考にして研いでいってください。なのでこう当てて、でちょっとこう角度を上げると水が上に上がってきますよね。上に上がってくるってことは、砥石に対して刃先がちょうどぴったりくっつき始めた状態なので、これ以上今度角度を上げないでこの角度のままキープしておきます。であと当てるだけなので、下手にこうガリ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 動かしたりとかしないで当てて刃物が研げるのをひたすらこう待ちます。まあ数十秒からね1分ぐらいとか当ててれば、まあ通常使ってる分にはちゃんと刃先が研げて、返り裏の方にね刃物の裏の方に返りが出ると思いますので、その返りが出たら研げましたよっていう目安になると思いますので、返りが出た時点で研ぐのをやめて、反対側の今度返りをね一瞬シャッとこう削ってあげるみたいな感じがいいと思います。でもう返りが出てるんで終わりですね。であと裏の返りをこうね削ってあげます。
これでね、研ぎが終わりました。でとても簡単ですよね。で簡単なので、逆に言うとね、こう研ぐのが簡単になることで、制作の途中ですぐに切れ味が落ちたなとか、ヘリすきを今からやるなと思ったら、その都度もう1日何回でもね、シャーシャーシャーってこう数十秒ぐらいとかで刃先をねすぐ削って整えることができるので、研ぎのね難易度を下げることによって逆にものづくり制作の方に集中できると思いますので、もしね、余裕がありましたら、こういうね電動のね砥石、研ぎ機っていうのをね購入するのがいいんじゃないかなっていう一つの考え方なので、ただちょっとこれね高いんですよね、お嬢さんこれ私買った時6万5000ぐらいとかなんですけど、今見たら7万超えてんですよね。ちょっと高いかなと思って、だったらなんか7、8000円ぐらいのホームスカッター2個並べて荒砥石用とね中砥石用の安い研ぎ機を用意してみたいな。まあただこれはちょっと水循環型なので、水の補給とか排水考えないでずっと研ぎだけに集中できるっていう利点はあるんですけども、ちょっと本体高いかなと思います。あと届いた時にね、私届いた時もうこれからは余談なんですけども、最初に購入して届いて封を開けたら本体が割れてたんですよね。で割れてたんですぐにこうね保養さんの方に電話して、で営業さんの方の携帯の方に転送されてねかけ直したんですけども、そしたらね電話出た瞬間にね、輸送中の事故ですねとかって、もうおーってあ言い切るかみたいな感じでよっぽど自信があるのかちょっとわからなかったんですけども、開口一番ね割れてましたよっつったら、輸送中の事故ですねっつって、輸送会社に連絡してくださいみたいな感じで、へーと思って、まあそうなんかなと思って、箱はそんなに潰れてなかったんですけどね。で、まあ、ヤマトさんに連絡して、で、ヤマトさんはすぐにもう、ああ、わかりました、つって、すぐ交換しますって感じで、交換に対応してくださったんですけども、なんかちょっとこう、まあ別にどっちがどっちかが責任は全然わからないんですけども、ただちょっとなんかこう、ね、運送会社さんいつも頑張ってくれてるのになんか、立場が弱いなと思って、かわいそうだなと思った、今日この頃でした。買った時の感想なんですけども、ただこのね物はねとてもねいいと思います。軸のブレもほとんどないですし、砥石もね自分買った時はなんか3つついてきて、あちょっとお得感があって、ちょっと値段は今ちょっと高くなっちゃったんですけれども、あとこうね最初はこうしばらくね、中砥石の1200番でやって、でそろそろもう刃がね丸くなってきたりとかして修正が必要な時はこう隣の荒砥石の方でがっつり修正して、でまた中研ぎしてみたいな感じで、あと仕上げの方とかはねこういう革刀を使ってね刃先をこう整えてあげればさらにキンキンに研げるようになるので、でこのね革刀付きのね革包丁ケース、こちらの方もね以前アップしてたんですけども、あまり誰も見てなかったんで動画削除しました。要望がありましたらまたこれね型紙と一緒にね革包丁ケース、革と付き革包丁ケースアップしたいと思いますので、まあご希望がありましたらコメントなんかに入れてください。コメントある程度溜まってるようだったら、じゃあ欲しいのかなと思うんで、またね型紙とね作成方法アップしたいと思いますので、またよろしくお願いします。はい、ではどうもね、今回法要さんの、ツインシャープナーの、使用感、レビューしてみました、どうも、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。ではまたどうぞよろしくお願いします。